皆さん、こんにちは。10月10日、中華民国国慶節の記念活動の演説で蔡総統が二国路の発表した後、10月21日、バイデン大統領はアメリカの CNN テレビのインタビューで、 台湾を防衛するかどうかについて、司会者に聞かれたとき、イエスセでイエスと二重に肯定し、我々にはそのための公約があると強調しました。その後の10月27日に放送された、同じく CNN テレビのインタビューで、中華民国の蔡英文総統はこれまで取り沙汰されていた、 台湾軍を訓練するアメリカ軍隊の駐留を初めて認め、アメリカと防衛能力の向上を目的とした幅広い協力をしていると述べました。台湾とアメリカは相次ぎ中共に強硬な態度を見せています。 一方中共はいつものとおりに台湾とアメリカに断固な反対のほかに急に現役軍人の家族に対する医療保険の優遇政策を発表し国防動員法など4つの法律を調整しました台湾海峡の緊張度がますますエスカレートしています元アメリカ国防省の幹部は 中共はすでに台湾に深刻な軍事的脅威を与えており、アメリカと台湾は戦争に対応する準備をしなければならないと示しました。同時に台湾の外務部長は28日、密かに欧州を訪問し、ベルギーのブルシェルで EU 関係者と会談し、国際関係を今までなかった広範囲に拡大させています。 今日はこれらのホット話題についてお話しします今回のインタビューは蔡英文が2020年相当再任に成功してから約2年後に初めて海外メディアとの対談です その中、特に注目される内容は2つあります。1つは、今年10月からメディアで明らかになった台湾に現役の米軍が駐留しているという敏感な話題です。台湾当局が目立たないようにしてきたことが蔡英文とのインタビューで明らかになりました。 蔡英文は台湾には米軍の訓練将校が存在すると認めたが、規模については人々が思うほど多くはないと述べました。蔡英文は1979年にアメリカが外交的に中華人民共和国を承認し、台湾に駐留していた正式な軍隊を撤退させた後、 初めて現役の米軍が台湾に駐留していることを明らかにした総統です。 実際、関連情報は去年から海外のメディアで披露され始めました。2020年の初め頃、米軍が、米軍の特殊部隊が台湾で兵士を訓練している映像を公開しましたが、その後映像が削除され、台湾の国防省もこの問題については消極的な見解をとっていました。 今年10月、ワールストリート・ジャーナル紙はアメリカ政府関係者の話として台湾での米軍訓練に関する情報を詳細に報道しました。報道によると今回の配備の原因は北京が長年にわたる軍備を増強することと最近台湾に対する軍事威嚇を知っているため アメリカ防総省は台湾の戦術的能力に懸念の抱えていることだとアメリカ政府関係者は強調しました。しかし台湾の関係者は今回の米対軍事協力訓練は最近の台湾海峡の緊張に対応するものではなく一時的な軍事プログラムでもなく定期的な訓練だと匿名で語りました。 台湾に現役米軍の駐留について台湾とアメリカが曖昧な態度を続けてきたことが今回蔡英文総統により公開されましたこの前10月21日アメリカのバイデン大統領が CNN のインタビューで台湾を防衛するかどうかについて司会者に聞かれた時 Yes and Yes と二重に肯定し 我々にはそのための公約があると強調したことがあります。2回のインタビューで3回イエスと答えましたが、バイデンが紛らわしいことをよく言い、しかもホワイトハウスもバイデンの話を裏付けていないため、人々はバイデンが本当のことを言っているのかと半信半疑していました。今回、蔡英文の話を聞くと、アメリカと台湾は裏で交流して、 台湾が中共の武力攻撃を受けた際のアメリカの対応を明確にしない曖昧な戦略を蔡英文が明瞭化したのではないかと考えられます。防衛について蔡総統は伝統的作戦方法に比べて台湾にふさわしい軍事戦略が必要だと強調し中国から受け継いだシステムはあるが防衛戦略上 大陸全体を守る者と小さな島を守る者にはかなりの差があるため軍事構造についても従来の考え方を変えなければならないと強調しました。 もう一つの内容は、対中両岸関係についてです。両岸関係の緊張が高まっているにもかかわらず、蔡英文は地域の平和のために中国の習近平国家主席と腰を据えて話し合うことを望んでいると話し、両岸関係改善の可能性を諦めたわけではないと強調しました。 蔡英文は習近平に台湾の政府と国民との対話を深めるように進めたく、私たちも中国の状況を理解するために必ずもっと努力すると述べ、私たちは中国側との対話を望んでいることを繰り返して表明してきた。 これは台湾と中国の関係を扱う上で、後悔や誤った判断、誤った情報を避けるための最善の方法だと述べました。蔡総統は、中共は世界とどのような関係を維持するかを決める時期に直面しているといい、習近平は地域や世界の全ての人と本当の平和的な関係を維持したいのか、 それとも自分が支配的な地位を得て全ての人が自分と中国の言いなりになることを望んでいるのかと習近平に聞きたいと述べましたこれは非常に素晴らしい質問ですおそらく習近平はこの質問に答えることができないでしょう蔡英文は2300万の台湾人がふさわしい自由を得るために 自分たちと民主主義の価値を守るために日々努力しているといいもし私たちが失敗すればこの価値を信じている人たちはこれは自分たちが求めるべき目標かと疑問に思うことを意味するだろうと強調しました。 確かに台湾と中国との問題は両国の問題だけではなく、すでに民主主義と独裁中国との戦いの最前線となっています。 蔡英文の CNN インタビューでの主張に対し、中共外交部のワン・ウェンピン報道官は27日の定例記者会見で、アメリカと台湾の民進党政権を非難し、民進党当局が独立を求めても、台湾が中国の一部であるという鉄壁の事実は決して変わることなく、 国際社会が普遍的に認めている一つの国の原則という強固なパターンを揺るがすことはできないと述べ中国はアメリカと台湾がいかなる形で公式に接触することや軍事的に結びつくことアメリカが中国の内政に干渉することに断固として反対する米軍は最近 台湾海峡で筋力の孤児を繰り返してトラブルを煽り、台湾独立勢力に深刻な誤ったメッセージを伝え、台湾海峡地域の平和と安定を脅かしていると反発しました。 27日、中京軍隊委員会は、軍人及び軍関係者の医療行為の保護に関する暫定規則を公表しました。規則によると、2022年1月1日から、軍人の配偶者と未成年子供に対して、無料医療政策が実施され、軍人の両親及び配偶者の両親にも優遇的な医療政策が実施されます。 規則実施の目的は、習近平の強軍思想の実行を深め、軍人家族の健康権をよりよく保護し、軍隊の団結力と戦闘力を高め、軍人の名誉感を向上させるということです。軍人家族に対する遊具政策は主に8項目あります。 例えば、軍人家族が自衛する場合、減税あるいは免税の対象となる。仕事がなく収入がない軍人家族には生活補助金を与える、などなど。しかし、この規則の対象は現役軍人に限られ、退役者や定年退職者は含めてありません。明らかに中共はこのような優遇政策を実施して、 軍の士気を安定させようとしています。また、この規則の実施は、貧しい地域の若者が軍隊に入るように引きつける効果もあるでしょう。まだ、10月23日、中共の人民代表大会のウェブサイトに非常に長いタイトルに300文字も足らない短い通告が掲載されました。通告によると、翌日、 10月24日から中華人民共和国の国防動員法、人民防空法、国防交通法、国防教育法など4つの法律を調整するということです。具体的な調整は共産党中央国務院と中央軍事委員会の規定に基づいて実施されるということです。 理解し難いですが、わかりやすく説明すれば、これらの法律は10月24日からしばらく無効になり、法律に関連の規定は全て共産党中央の決定、国務の政令、軍事以下の命令にとって変わられるということです。一言で言えば、戦争関連の法律は習近平の命令にとって変わられるということです。 これは戦争時期のやり方です。このことについての報道はほとんどありません。全世界が中共のこの動きに気づいてないらしいです。現在、台湾と中共をめぐる国際情勢は急速に悪化しており、 これからどのように発展していくのか予測し難いです。習近平が台湾を攻撃するかしないかは、軍事力や経済力、政治などの問題ではなく、習近平の気持ちです。習近平はますます理性を失っており、一旦気持ちが変わると、全世界的災難を引き起こすかもしれません。 今日は蔡英文総統へのテレビインタビューについて話しました。今日の話はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。